マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。美味しく食べながら綺麗に痩せることができたらいいのになって思いませんか？そこでこの動画では女性の方におすすめ食べながら痩せる美味しいレシピがわかるんです。もしこの女性におすすめの美味しいレシピで美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなって思うのであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。女性におすすめ材料を2つだけ切れ痩せするレシピお話しします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、簡単、材料2つだけでできる切れ痩せの魔法のレシピお伝えしますね。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、ということで痩せるポイント3つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整うから。もうこれ絶対大事ですよね。もうここを無視して痩せようなんて無理です。なぜかというと、体質そのものが痩せ体質に変わったからこそね、自然と健康に痩せるわけですね。ではないと痩せてもリバウンドが待ってます。なのでそういうね、もう遠回りするようなダイエットはやめましょう。じゃあどうすればいいかっていうと、あなたの腸内環境をまずリセットしてね、正しく、まあ、いい状態に戻してあげるってすごく大事です。そのためにはやはり腸内環境が整う食べ物ってあるんですね。それを使うことで痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類を増やす、そして元気にしてあげて、そしていつまでもあなたの腸で暮らしてくれる、そういった素敵なね、もう豪邸のようなね、あの環境を作ってあげることがすごく大事なんですよね。なので逆に太ってしまった方、何をしても痩せない方っていうのはデブ菌が住み着いてるんですよ、よく言うゴミ屋敷とかあるじゃないですか。もうそのままだとどんなにいいものを入れてもですね、なかなか痩せません。でしかもいいものを食べようって思えないんですよね。なぜかというとデブ菌たちの好む餌が食べたくなってしまうからなんです。甘いものとか脂っこいものとか、そういったのがデブ菌たちは大好きなんです。なので脳にですね、食べろ食べろって命令するから、あなたが食べたくなってるだけなんです。そこをしっかりリセットしてあげるってとっても大事なんですよ。そこができたらもうね、ダイエット加速します。そしてリバウンドがなしです。では2つ目、タンパク質です。これもめちゃくちゃ大事ですよね。痩せるためにはタンパク質です。特に女性は、私たち女性はですね、タンパク質取れてるようで取れてないんですよね。結構不足してる方が多い。痩せようと思ってお野菜ばっかり食べてみたりとか、あの量を減らそうと思っておにぎりとかパンだけで済ませるとか、もう太ります。なぜかというとタンパク質不足だからなんですよね。痩せるためにはしっかり食べていいんですよ、お肉、お魚、卵、乳製品、あの大豆、そういったタンパク質はやっぱり大事、バランスが大事なんですね。ただです、女性にとっておすすめなタンパク質というのはやはり大豆製品なんですよね。それが何でかっていうと3つ目につながるんですけれども、やはりですね、私たち女性にとって、まあ、年齢をね重ねますと残念ながらですね、女性ホルモンがもうないわけです。もうどんどん減ってしまって出てないっていう。でもですね、大丈夫なんです。その女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれるのが大豆製品の中に含まれるイソフラボンなんですね。あと大豆はトリプトファンもたくさん含んでますから、幸せホルモンを作る材料もねなるんですよ。もう一石二鳥です。ですから幸せにね、綺麗に痩せるためには大豆製品です、女性は特に。ですから今回材料2つだけのうちの1つはこう大豆を使っていくんですね。ではここから2つ目の項目です。もう簡単にできる材料をたったの2つだけです。切れ痩せできるレシピお伝えします。今からその材料が持つそれぞれの痩せる効果と、材料、作り方、痩せる食べ方、この順番でお伝えして終わっていきますね。まず1つ目、大豆製品です。で今回は木綿豆腐を使います。
でね、まあ、大豆製品お豆腐に限らずですね、例えばきな粉とかテンペとか、まあ、蒸し大豆とかもそうですよね。そういった大豆製品、納豆もそう、いっぱいありますよね。おからパウダーもそうです。そういった大豆製品をやはり日頃から上手にね、美味しく召し上がっていただきたいですね。でその大豆製品がなぜいいかというと、先ほど一部ご紹介しましたが、腸内環境が整って、イソフラボンがあるから女性ホルモンのバランスも整えてくれますよ。そして食物繊維があるからお腹のデトックス、大掃除もできますし、タンパク質も取れます。で大豆はですね、オリゴ糖が含まれていますから、腸内環境を整える、ね、材料もここにあるわけですね、オリゴ糖。そして嬉しいのがここ、どうですか皆さん、コレステロール値高いですか？もし高かったら大豆食べてくださいね。コレステロール値安定します。なので大豆製品、こんなにもねメリットいっぱいある食材なんですね。であともう一つ、二つ目の食材はこちらです。塩麹を使います。いかがですか？手作りしてますという方いらっしゃいますか？私も断然手作り派です。なぜかというと、もうすごくねコスパもいいですし、簡単なんですよね。もう混ぜて放っておけばできるという、もうこんないいねものないって思います。なので私はね塩麹手作りしてますし、作り方わからないっていう方はね、私この YouTube チャンネル内で塩麹の作り方動画アップしてますから、参考にしてみてくださいね。そしてね、なぜいいかって、この塩麹って、まあ要はね、お塩の代わりになる調味料なんですよね。発酵してるんですよ。これが大事。発酵してるということは、痩せ菌がめちゃくちゃ入ってるものなんですよね。でしかも発酵してることで腸の仕事が減ります。普通でしたら食べたものはお腹に入ってから発酵されますね。その一手間がもう終わってるわけです。だから腸にとっては仕事量が半分減ったみたいなもんです。やったーって、なのでやっぱりいいんですよね。そして酵素を多く含む、しかもオリゴ糖をね作ってくれるっていう、まあ、これすごくいいです。ですから、あの精製された腎臓とかで負担をかける安いお塩はやはりダメなんですよ。病気になるって、塩分取りすぎダメですよって言われますよね。それはなぜかっていうと、悪い塩だから。逆にいい塩は取ってあげないといけないぐらいすごく大事です。生きていく上でお塩ゼロで生きていくってダメです。できません。なのでね、せっかく取るお塩は天然のお塩、もしくはこういった発酵した塩麹使っていきましょう。ではここから材料です。腸活チーズ豆腐を作っていきます。もうこれね美味しいですよ。普段食べてる豆腐がこんなチーズみたいになるのって、ものすごくね美味しくってヘルシー、おすすめです。やはりね、チーズは乳製品です。カゼインが入っているので、食べ過ぎてしまうと腸の炎症が起こります。でそもそも乳製品は日本人にはあまり合わないって言われてます。乳製品を分解するその細菌とか酵素があんまりもともとないって言われてるので、ですから例えばよくね牛乳飲むとお腹下すっていう方いますよね。そういった方は合わないですから、気をつけましょう。だったらチーズお好きだったら豆腐で作っちゃえってことですね。材料です。作りやすい分量にしました。今回使うのは木綿豆腐1丁 300g です。でこのお豆腐もね、ぜひ遺伝子組み換えではない、できれば国産の、そしてもっとよく言えば有機栽培の大豆を使ったお豆腐で、ぜひこのチーズ作ってみてくださいね。もう味が違うんですよ。めっちゃ美味しいですから、ぜひ試しに作ってみてください。そしてそのお豆腐に対しての塩麹の分量は大さじ4になります。ではここから具体的な作り方、食べ方、注意点お伝えします。まず1つ目、ラップを引いた容器にお豆腐を入れてください。できればある程度水切りした状態がいいと思います。容器は何でもいいですよ。タッパーでもいいですし、ガラス瓶でもいいと思います。でポイントはですね、2つ目、そこの容器の上で重しをしないといけないので、重しが乗せやすい容器を選ばれるといいですね。例えば同じような形のタッパーでギュッと上から押してみるとか、私はそうしてます。そうすると水切りしやすいのでいいと思うんですね。でそのままですね、冷蔵庫で一晩重しを乗せたままですね保存してください。冷蔵庫でね。そして一晩経ちました。翌朝です。3つ目、このお豆腐をですね、どん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 水切り繰り返していただきたいですね。
だいたい目安は 300g あったお豆腐が 200g になる程度で大丈夫です。そしてそのままこのねできた 200g のお豆腐を水を切った状態のねものを4等分に切り分けましょう。でその1つずつ4個できましたね、お豆腐。その1個に対して塩麹を大さじ1ずつこうねまんべんなく周りに塗ってあげてください。で全部塗り終わったらラップで1つずつ丁寧に包んでいただいて、またね冷蔵庫に一晩置きます。そうしますと翌日になったらチーズの出来上がりです。もうこれ美味しいんですよ。そのままちっちゃくねカットしてサラダにトッピングしても美味しいですし、もちろんそのままおやつとしても食べるとですね、普通のチーズよりもやっぱりお豆腐でできていますから、もうほんとコレステロール値も低い、カロリーも低い、しかも大豆だから女性ホルモンも OK、ね、いいことずくめです。なのでぜひね1日1から2個までかな。これもね美味しいからついつい食べ過ぎちゃうとどうしてもねカロリーオーバーになりますから、美味しいものほどですね最初から量を決めて召し上がってくださいね。でこれすぐ食べてもね美味しいんですが、実はですねこのままちょっとね食べるのをやめておいてください。 2,3 日置いてみてください。そうするともっともっとね、まあ、チーズと同様こう深い味になるわけ、熟成ですよね、深い味にね日に日に変わっていきますから、ちょっとね 2,3 日置いてみるっていうのも味比べじゃないですけども楽しいと思うんです。そしてね保存目安はだいたい冷蔵庫で1週間持ちます。ただ多分美味しいからねあっという間に食べちゃうかなって思いますし、何よりもこういったお豆腐を使った無添加のチーズですからそんなにね日持ちはしないです。なのでなるべくやはり無添加のものは早めに食べ終わるというのがおすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめポイントは、女性におすすめなのは大豆製品でしたね。これを使って上手に腸内環境を整えて、しかも美味しく食べながら痩せることができるんですよでした。早速作ってみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。